オネーギンは1965年にドイツのシュトゥットガルトで初演された3幕6場のバレエ作品である。振付、台本はジョン・クランコ。音楽はチャイコフスキーのピアノ曲などをクルトハインツ・シュトルツェが編曲して修正した。物語はロシアの小説家プーシキンによる陰文小説エフゲニー・オネーギンに基づく。 この作品では、オペラ、エフゲニー・オネーギンの曲を全く使用せず、チャイコフスキーの他の楽曲を用いているのが特徴である。クランコの代表作であり、物語バレエの傑作として名高い。クランコは1952年に、英国のサドラーズ・ウェルズ劇場で上演されたオペラ、エフゲニー・オネーギンのバレエ部分を振り付けた経験があり、イライ・プーシキンの小説に興味を抱いていた。 1964年、ボリーショイ・オペラによるエフゲニー・ヨネーギンが映像化されて、西側で公開されると、これに触発されて、バレエ化を決意するに至った。当初は、オペラ曲を編曲して使うことを考えており、英国ロイヤルバレエ団で、ヌレーフとフォンテインを主役とする作品として話が進んでいたが、オペラ楽曲をバレエに使用するのは、 前例がないとして、ロイヤルオペラハウスの首脳陣に却下された。自らが所属していたシュトゥットガルトでも、同様の結論が下されたため、音楽は、シュトルゼに依頼して、チャイコフスキーの様々な楽曲を編曲して用いる、ことになった。シュトルゼは、式作品37ビットなどのピアノ曲を、全体の3、4ほどに使い、その他はオペラ、チェレビチキのオクサーナのアリア、 幻想曲、フランチェスカ・ダリーミニなどを細かく分けて、数箇所で使うなど、苦心の末、全幕物に仕上げた。ほとんどは胃腸した上に、リズムも変えてあり、またチャイコフスキーによく見られるオーケストレーションから、逸脱しないように気をつけたという。衣装と装置は、クランコの、ロミオとジュリエットも手掛けた、ユルゲン・ローゼが担当し、マリシアハイデのタチアーナ、レイバラのおねえ気味役で、 1965年4月13日に、シュトゥットガルトで初演された。この作品はそのまま、シュトゥットガルトバレエ団の18番となった。オネーギンに噴した、マニュエルルグリ19世紀前半のロシア。二人の未婚の霊場がいるラーリン家では、来たるべき、タチアーナの誕生日に備えて、衣装の準備に余念がない。そこへ、オリガの言い名付けである、レンスキーと、 その友人オネーギンが遊びに来る。子供っぽさの残るタチアーナは、快活で有能なオネーギンを紹介されると、その場で好きになってしまう。その晩、タチアーナは、自分の思いを、長文の手紙に綴り、ウバに託して、オネーギンへ届けさせる。タチアーナの誕生パーティーは、祝いを述べる大勢の客で賑わっている。レンスキーと、オネーギンも参加していたが、オネーギンは、 純真な、タチアーナの手紙に苛立っており、冷たい態度を取る。さらに、手紙を彼女の目の前で破り捨ててしまい、その上、オリガの関心を引こうとする。それを見た、レンスキーは怒り、オネーギンに決闘を申し込んだ。最初は、冗談のつもりで、レンスキーをなだめていたオネーギンは、レンスキーの強い調子に引きずられ、承諾してしまう。やがて、 タチアーナの見ている夜の公園で二人は打ち合いをし、レンスキーは死ぬ。それから数年。親友を撃ち殺したオネーギンは、両親の活着に悩み、社交界に虚しさを感じて、外国を放浪していたが、ようやく故郷のサンクトペテルブルクに戻ってきた。グレーミン公爵家で久々に、パーティーに参加すると、成長して、公爵夫人となっていたタチアーナと再会する。 ぎこちなく挨拶をするが、タチアーナは、冷たく答えるのみだった。この時オネーギンは、自分がタチアーナを愛していたことに気づく。そしてある晩、オネーギンは、公爵宅を訪れ、タチアーナの資質で愛を打ち明けるが、1967年の小さな改定を経て、オネーギンは、シュトゥットガルトの看板作品となった。特に1969年の米国巡演では、 ニューヨークのメトロポリタン歌劇場公演で喝采を浴び、西ドイツの田舎バレエ団であった、シュトゥットガルトの国際的な知名度を一気に高めることになった。1971年にはソ連での公演も実現した。しかし、ロシアの観客は、プーシキンの解釈が十分でないとして、作品そのものに対してはやや冷淡だったという。 1973年のクランコの死後は、ジョン・クランコ協会が作品を管理しており、これまでに英国ロイヤルバレエ団、パリオペラザバレエ団などの有名バレエ団がライセンスを得てこの作品を上演している。日本では2010年に東京バレエ団が上演権を獲得した。ありがとうございます。